よし。で、次ごま。ごまちゃんですね。ごま。これの次の試合が、孫さんの戦う相手ですよ。え、孫さん、やだな。いや、まずいよ、孫。この2回しか開催してないのに、漫画 TV で2回負けた時に同じ人っていうのは相当まずい。それだけはまずい。別に、違うし、違うしだよ。パンピーさん、あ、いや、そうですね。孫さんっていう、孫さんが2回負けた時に両方とも孫さんだったらまずいよ。ストッパーが、ストッパーいる。いやいや、ストッパーになってまずいだろう。ストッパーに任せて、ストッパーに任せて。じゃあ俺も高めとくから。確かにコーディーだからね。コーディーに行けるのは多分俺が一番行けるじゃん、このキャラ的にはね。この3人だったら何て言うんでしょう。え、今のいる。いや、ちょっとついてないなみたいな、そう、組み合わせ、組み合わせていくんですよ。辛いね、そういう。今のいらねえだろ。今よくわかんない。今よくわかんない。こういう戦でもちょっとやりたいのがあるんだよな。腑に落ちなすぎでしょ。辛いね。今日辛いですよ。大事な試合を前にちょっと高まってる、うん、そうそう、高まってる可能性はあるよね。うん、なる時あるんですよ。なる時あるのか。うまい。中盤しかない。やるね。うまい。いいっすね、このコーディー。いや、よくやってて、うまいっすよ。しっかりやってます。絶対コーディーってしっかりやらないとここまで来れないだろうな。そうな、あ、無理して、あのポイント。おぉ、壊しに来ましたよ。これは、サイドに辛い。サイドにされました。おそらくされてます。ただ、これは、お互いに。これは若干コーディー。はい、そうですね。そんなゲージがないからな。そう。前飛びにラクダを合わせるかどうか。打った。あ、これは、もう一回ぐらい読みやりそう。お、どうだ。もう一回ぐらい読みやりそう。そうね、どっちにしよう。ウルコンで終わり。うん。コーディもなんか大量ありそうだよな。やり方多そうです。結構ね。うん、俺もう引き中盤対空をできなきゃいけないじゃん、コーディー。その時点でもうムズいんだよな。クリミナルに負けちゃったりするんだよ。それが嫌なんだ。もうダルシム使った時にあったんだよな。あ、ヨガフレームになっちゃうっていうのは。なんかのゲームでそれがよくあったな。あ、KO運だ。後ろ投げろと思って、なんか青いなんでしょ。あとゾンクを溜めながら立ち回るっていうのが、そのキャラならではじゃない。ゾンク仕込みながらブロックとかになるんだけど、ね、このラウンドはそうでしょう。いや、結構じっくり戦う組み合わせだな、俺は。うん、でもやっぱ飛びが、ラピアンがね、かなりリスク高いから、うん、気軽に飛ぶわけにもいかないよね。おっと、もう少し飛んでもいいのかなって思うけどね。ああ、そう。うん。ホンダ歩いてると対空ないんだよね。うん。ああ、ホンダコーディー側が飛べる。コーディー側が飛ぶ。そう。歩いて垂直ジャンプをやったりするとか、あんまり垂直ジャンプを。そう、あとホンダの先端飛びとかも結構有効だから、うん、飛んでもいいのかな。引き中盤ってすげえ判定。ちっちゃいから、スカシジャンプだったら相当疲るんじゃない。その距離の判断だよね。ここでやっぱ大ラピアンとかで対抗できるとめちゃめちゃ強い。センター、おー、落とした。大パニアだった。お、試合が動きますよ、そろそろ。この使い出したということは、うん、来ますよ。もう来る決意があるけど、逆転の目が全然でもあるよね。いや、しかも人が結構してるな。あー、厳しい。これかなり厳しいです。これはコーディーがドッパになっちゃいますね。
まず前台板とかで刺激したいな、中段。こんな攻めすごいのこれ。あれね。これは薄付き。おお。うわ、さっき使ってた。確かに。これはいいの取れるのかな。終わったろ。動いてます。ああ。いや、終わったわ。終わった。無理だ。無理だ。ガルシア無理だ。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 飛びから攻撃入んね、カビは。マフレーナー。マウさん、決勝本田です。はい、まあでもね、そんなの、うん、そんなのがいいよな、コーディーだったら絶対ホンダでしょ、ね、ああ絶対コーディーの方がいいじゃん。え、絶対コーディーの方がいい。コーディーの方がいいよ。そうなの。そうだよ、ホンダはやっぱやだよ。へえ、まあ、手段立ててやめてくださいよ。そしたら面白いの。まあ、まずは時戸さんですよ。いや、まあさっき勝ってるからね。いやー、まあ言っても、パーフェクトを含む、そう。いや、言うてもラウンド取られてますから。そうか、ゴマか。2回戦ゴマか。ストッパー。ストッパー。ストッパーにはなりませんよ。ちょっと響きんちゃうか。本題みたいな2連覇あるぞ。それもすごい、そうだね。それもすごい話だ。はい、いいね、選択肢が高い。おお、詰めれた。あ、いいよ。100や、うん、いや見えないな、うん、今のすげえ見づらい。はいはいはい、はい、当たんなかったな。いやー、でも小松さんのタク良かったな。確かに良かった。そしてよし、さすが繋ぎましたね。あ、じゃあ俺が終わらせますわ。お願いします。もちろん森田近づけさせてもらいます。すいません、時戸さん目が悪いんで。どうですか。おいおい、でも戦ったことあったっけ。あったと思う。勝ってると思うよ、お前。いや、孫は孫はこんな負けたの、マイクロスに負けたのしか俺記憶に残ってない。大切な試合だけ。そこ以外本当に負けてるの。大切な試合だけ。マイクロスか。このやつだってだいぶやってたもんね。ね。え？やってたっけ？なんかあれなんだっけ、千葉の人、その生めさんと結構生めさんかガチったりしてた。かなり前だよ、相当前。あ、そういうな。でも俺も侍スピリッツって相当言わされたからな。あ、そうなんだ。なんかどの辺もすごい上手いって言ってんのかな。あ、いや、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。山をどうするか。バサ、バサ。え、なんでバサ？山を。はい。しましたね。お、お、
した、びっくりした、どうした、逆の立場か、素晴らしかった、ね、愛らしい強い男出たね、よかったよかった、いやーよかった、いや勝ちましたね、いい試合、いい試合でした、今日優勝確率1分の1、2分です、これにして勝てると嬉しいですね、まあ1回負けましたから、確かに、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、優勝できました、なんとか優勝ですわ、いやでもトーナメントいいね。